はい、青春姫路市、今回は機動戦士ガンダムの劇場版のコミックスバージョンを紹介していきたいと思います。今年でなんとね、ガンダムの方が40周年という記念の、ね、年になるんですけれども、そんなメモリアルの年なので、今回はコレクションの中からガンダムの劇場版のコミックスの方を紹介していきたいと思います。で、劇場版の方なんですけれども、機動戦士ガンダム、ガンダム2愛戦士とガンダム3めぐりあや空の3部作となっているんですが、一部あたり5巻で、ね、構成されていて、全15巻で完結しています。こちらに、ね、今15巻の表紙の方を広げているんですけれども、ちょっとね、細かい、ね、1巻ずつの方を見ていきたいと思います。はい、こちらまず第1巻なんですけれども、こちらね、講談社のアニメコミックスとなっていますね。なので講談社が発売されているものかと思います。非常に懐かしいんですけれども、こちらの方は自分がね、当時購入したものではなく、結構ね、期間が経った後にね、全巻でね、揃えて購入したものになります。こちら表紙の方も安彦先生のね、こちらのね、油絵タッチのね、非常に懐かしい、当時を思い出させるかのようなテイストタッチの表紙になっているのも魅力的なんじゃないかなと思います。2巻の表紙がこちらになります。シャアがメインになっているかと思います。シャアもね、非常に人気なキャラクターなんで、裏面は先ほどの1巻と同じになっています。3巻の表紙はアムロが表紙になっています。裏は同様になっています。4巻の表紙はこんな感じですね。こちらね、劇場版のちょっと中身を見てみるんですけれども、やはりね、イラストの方を切り取ってそちらの方にね、吹き出しを入れているといった感じなので、ちょっとね、読み返してもね、ちょっと理解するのがちょっと難しいかもしれませんね。劇場版自体が通常のね、アニメでやられていたものの、それをね、結構凝縮しているところがあるので、劇場版だけ見てもね、急にキャラクターが現れたりとか、ちょっとね、理解に苦しむ部分も若干ね、やっぱりあったんじゃないかなと思います。やはり当時テレビで見ていた方は理解できると思うんですけれども、テレビでもね、一切見ずにね、映画から入った方ということ時点でも、若干ね、話の要所要所が途切れ途切れになってしまったような印象もあるかと思うんですけれども、裏はこんな感じ。今回ね、こちらからね、ガンダム愛戦士ガンダム2になるんですけれども、裏表紙もね、若干変わっています。なぜかザクですね。で、こんな感じでね、やはりね、こう表紙の方はね、相変わらずの劇なタッチですごいね、非常に綺麗で、この表紙だけ見てるだけでもね、楽しめるコミックスになってるんじゃないかなと思います。なのでね、劇場版を3部作見てもね、ちょっとね、理解しきれない部分も若干あるかと思うので、コミックスではね、さすがにさらにおさらいみたいな感じになってしまうかと思います。裏はグフですね。で、愛戦士の3巻になります。裏表紙はドムですね。基本的にジオン軍のモビルスーツがね、裏表紙に使われているのかと思います。で、4巻がこんな感じですね。裏面はズゴックですね。で、こちら愛戦士の最終巻になるんですが、こちらの巻だけね、自分がね、当時1冊だけ買ってもらったのを覚えています。なぜ買ってもらったかというと、この中をペラ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 回って、なんか戦闘シーンが多かったんですよ、なんとなく。こちらにジャブローですね。ジャブロー編なので、結構ね、ロボットが出てるシーンが多い印象があって、この一冊だけ買ってもらったことを覚えています。で、こちらついにね、めぐらい空ですね。ガンダム3になります。こちらの方からね、ララとかが出てきてね、かなりね、あ、またドームですね。先ほどもドームあったんですが、ドーム人気なんですかね。なぜかドームが2度目出てきます。で、こちらガンダム3の第2巻ですね。裏はシャア専用のゲルググになっています。で、劇場版のガンダムシリーズなんですが、挿入歌の方も非常に印象的で、やはりね、挿入歌未だに聞くだけでね、その当時のことを思い出してね、甘酸っぱく感じる方も非常に多いんじゃないかなと思います。裏の方はビグザムになっています。で、劇場版とテレビ版の違いがね、要所要所に描かれていて、こんな感じで、ね、コアブースターですね。コアブースターが劇場版で初めて登場しました。アニメ版ではね、 G ファイターとかがね、出ているので、そういった違いもね、劇場版とそういったね、細かな違いがね、やはり子供の頃にね、嬉しかったのを記憶しています。で、こちらついに最終巻になるんですけれども、こちらの方でもね、劇場版で描かれているこんな感じでね、ガンキャノンがね、2台ね、描かれているんですが、ガンタンクではなくね、これ2台あったのもね、子供ながらに非常に印象的に覚えています。またね、最終巻のやはりこのシーンですよね、ラストシューティングと呼ばれている名シーンなんですが、このシーンはね、やはりガンダムが壊れていく様がね、非常にね、子供ながらに切なく未だに記憶されています。といった感じで、裏は最後ジオングですね。ジオングの裏表紙になっています。といった感じでね、ガンダム40周年ということなんですが、世代を超えて愛されているガンダムですが、今後はね、50周年60周年とね、年月を重ねるたびにね、やはり魅力と、やはり当時の思い出がね、また蘇ってくるのもガンダムの魅力の一つなんじゃないかなと思います。といった感じで、今回はガンダムの講談社から発売されていましたアニメコミックスの方の全15巻の方を紹介してみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。